総本山金剛峯寺主殿の正門から入っていきます。この門は金剛峯寺の中でも一番古く、1593年に再建され、それ以来ここに立っています。今私たちはこの門を正面から入ることができますが、昔は天皇、皇族、高野山の住職だけが入れました。一般の僧侶は右のくぐり戸を使用したとのことです。正門から入ると金剛峯寺主殿です。囲いがなされた入り口が見えますが、表玄関にあたり大玄関といって、正門と同じく天皇、皇族、高野山の住職だけ出入りできました。金剛峯寺はもともと豊臣秀吉ゆかりの青岩寺と高山寺を合併させ、明治2年から金剛峯寺と称しました。さて今回の金剛峯寺は一般参拝者用のコース順に紹介します。ここでは高野町のマスコットキャラクターの高野くんと記念写真が撮れます。かわいい記念写真が撮れたようです。オッケー。ありがとう。高野くん出てこないかね。さて、いよいよスリッパに履き替えて金剛峯寺の内部の見学です。まず私たちを出迎えてくれるのが道教所です。ここは西国33箇所巡礼のお札を納めるところです。四国88箇所のお札は奥の院です。その先には大きな奥の院の霊木高野杉が展示され、その年輪を重ねた幹に高野山の歴史の重さを感じさせられました。じゃあ回ってそのままね、各自。そして次に見ることができるのが大広間と持仏間です。大広間は重要な儀式法要が執り行われるところで、2月の上洛会や4月の仏正会などがここで行われます。襖には軍閣の絵、松の絵が描かれ、狩野宝元元信の筆と伝えられています。この持仏間は家庭の仏間にあたります。巨大な三古書です。806年、空海が中国で三古書を東の空に投げ、10年後に高野山の松にかかっていたので、この地を選んだと言われているものです。そしてその隣が柳の間で、この座敷で豊臣秀次が自害したことから、秀次自陣の間とも言われています。秀吉に翻弄された秀次の悲嘆さに思いを馳せていると、江戸期に作られた中庭が現れます。
心地よい音を立てながら渡り廊下を進んでいくと別殿があります。昭和9年の弘法大師御入場、1100年御恩期大宝会の際に建てられ、桃山様式の建築です。西東側にそれぞれ4つの部屋が並び、守谷忠画伯の作で、東側には弘法大師入湯から高野山曹操までの風景が描かれています。順路では万竜亭を見ることになります。この庭は弘法大師御入場1150年、御恩期大宝会の際に造園され、2340平方メートルの石庭は国内最大です。この石庭では雲海の中で向かい合って左にオス、右にメスの一対の竜が奥殿を守っているように表現されています。葉っぱが落ちる分だったら機械飛ばせるけどね、雨が降るともうこのあれがなくなっちゃうね。そしてここからが先ほどの別殿の西側の部屋で、守谷忠画伯の作で四季の花鳥が描かれています。これは反対側から見たものです。なんかあるんやろね。なんかあるんでしょ、ね。別殿、東側の部屋に戻ってきました。順路の最後あたりになるこの部屋では、いろんな高野山グッズが買い求められます。そして中庭に戻ってきました。
この順路の最後の部分が大勢のお坊様の食事を賄ってきた台所です。水飲み場は湧き水を高野牧の水槽にため、大きなかまどは現在も使用されているとのことです。この大釜は二穀釜といい、2000人分のご飯がこの3つの釜で作られました。しかし現在ではこの釜は使われていません。高野山総本山金剛峯寺、その歴史の重さ、日本人の心の原点を感じることができます。